낙지 볶음. 액션. 눈들 그르. 눈들 그르. はい。皆さんこんにちは。ゆかちゃんねるのゆかと。すんちゃんと。ロハネ。今日は、はい、チェジュ島の辛い。辛い。食べ物を食べてみようと思います。3カ所からテイクアウトしてきたので、有名な辛い食べ物を食べてみようと思います。あなた辛いの食べれるの？ゆかは結構食べれる。海見ながら辛いモクパン、はい、してみましょうか。してみましょうか。はい。じゃーん。Life is a winding road. No telling where it goes. Bang. あ、すごい。日本語もある。だからこれ、おお、すごい。モダク打撃だ。すごい。日本語がすごいんだけど。Driving through.ナッチポックン、もう香りが辛い。昨日どの若い。辛い料理だからスンちゃんがこのジューシックルっていうヤクルトみたいなのを買ってくれました。これ飲むと緩和されるみたい。いただきまーす。どれからいく？よくこれいきたいかも。ナッチ？ナッチ。どんぐらい辛いかな。あ、あなた食べる前になんかあのカベジン、ケベジンとか飲んだ？大丈夫？飲んでませんよ。飲んだの？飲んだよ。飲んだの？ナッチポップ。全然くる。全然くる。辛いけど、辛いけどでも美味しい。とても美味しい。うまか。うまい。辛、辛。辛、辛。そうめんとかご飯と一緒に食べると辛さがちょっとは柔らかくなるから。ちょっとスクランブルトッポギ行ってみていい？あ、いいよ。うん。卵とお餅一緒に食べます。へーい。うん。どういける辛さ？うん。美味しい。卵とトッポギ合う。普通さ、ゆで卵が入ってるじゃん、トッポギって。でもいい、こういうスクランブルにすると。へー、美味しいよ、これ。食べてみ。あ、ちなみに。私は韓国人だけど辛い料理食べれるレベルめっちゃ低い方です。だからゆか料理食べれないからね。あ、美味しい。美味しいよね。美味しい。皆さん。辛い味しかないと思ったけどスプーンの味もちゃんと残ってるじゃん。うん、そう。それは不思議すごい。うん、めっちゃ辛いけどめっちゃうまい。しかもなんか辛いって言っても食べれないレベルの辛さじゃないから、日本人の人でもこう辛いの好きな人とか、そうじゃない人でもちょっと挑戦はできるかも。あれ？違うかな？あれ？嘘、そんな辛い？バン。あなた、なったね。うん、韓国人に。ね、ふるはん、ふるはん。美味しい。これと、こうやってご飯。うん、ASMR なの。うまか。これやばいね。ラッキーボクも最高。ああ、いいね。あとこの店が韓国ちゃんがめっちゃ有名だって。めっちゃ味の匂いするけど、わあ、味がすごい味の匂いけど。おいしい。麺が緑なのは不思議。わ、すごい香りがいい。えー、香りがいい本当にここ。本当だ。なんか胡椒と美味しい香りがする。うん、うまけ、うまけ、うまけ、うまか、うまか、うまけ。え、今日超当たりじゃない？すごい。ここスクランブルうまいな、うん、上手。これは日本の方好きです、絶対。おいしい、幸せ。辛いの食べるとき、ティップ以降は、うん、口の周りにつけたらダメですよ。めっちゃついてんじゃん。だから辛いの。
なんかここ最高だね。よかったら、もういるし、空は青いし、青い空。私もめっちゃ低いレベルだけど、まあまあいける感じ。でもめっちゃ辛いけど、うん、でも美味しい。え、めっちゃ辛いよ、すんちゃんこれ。うん。でも、いける辛さ。全然。全然いける。ああ。うん。チェジュに来たら、こういう海鮮系挑戦してほしいな。苦手じゃなければ。なんで？やっぱ辛いものの中では、チーズ必要ですね。そうだね。めっちゃ似合う。辛いのと合う。どれが一番辛いかな。これが一番辛いかな。僕はこの中でベストは何？せーのだろ。せーの。これ。これ。あ、そうなんだ。意外とうまいのこれ。普段赤い料理食べないからさ。そう。すごい珍しいけど美味しい。めちゃくちゃ美味しい。こんなに美味しいんだと思う。久々に。辛い。韓国の辛い料理食べるときは。絶対白いTシャツはダメですよ。私見てください。あ、ゆかもちゃん。めっちゃ白いやん。辛い。辛いか？コロナだからこういう風に旅行するのもいいかも。こういう風に外で食べるのもおすすめです。ジェジュはキャンピングするとこが結構多いんですよ。グレンピングとか、うんうんうん、そういうとこでこういうの買って食べたらめちゃくちゃ美味しいと思いますよ。そうだね。うん。次はチェイユクユーブ。チェユクユブ。辛いうまい。なんか今口の中に韓国の辛いそういうコチュジャン、コチュカルの全部が今なんか回っている。これだけ食べてもなんか韓国全部旅行した感じですけども、もうなんか韓国に行ってもう1週間ぐらいの感じはもうするね。いや正直さ、みんなね食べるために生きるじゃん。まあいつもゆかのお父さんが言えましたけどね、私は食べるために生きてる。だからぜひ次はジェジュの美味しいご飯ツアーって感じ。そうだね、うん、そういうのもやってみたいね。そうそうそう。もしコロナが心配とかあったら、うん、こうやってうちらみたいに外で買って食べて綺麗に掃除していくんだよ。そうだね、ゴミは持ち帰りましょ う, そ, うそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、すごいなんか全部美味しくて満足です。なのでみんなにもぜひ来てもらいたいし食べてもらいたいなって思いました、はい、辛いけどそこまで辛くないのでみんな挑戦してみてください。はい、美味しいですよ。はい、それでは、はい、次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。